はい、それでは、今日 の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回はその乗算ということで、まあ、多項式、一変数多項式、それから多倍調整数の乗算の話をしました。で、今日はそれに続きまして、その乗用のついた助算の話をしたいと思います。テキストでは22ページのセクション 2.4 から始めます。で、まず最初にその整数の乗用付き助算について少しそのテキストの22ページの下の方に書かれておりますので、まあ、大体皆さんにとっては基礎のことが多いと思いますが、一応その、まあ、用語の復習などをしておきたいと思います。まあ、復習ですので、必要ない方は別にノートを取る必要はありません。で、まあ、一応その大事な性質としては、その整数に対しては、その助算という操作を行って、まあ、小と徐用が定まるということなわけです。まあ、もう少しきちっと書きますと、まあ、A と B を整数として、それから、まあ、一応ここではその B を正としておきますけれども、まあ、そういう状況のもとで、あるその Q と R という整数が存在して、A イコール BQ プラス R というのが一つの性質、それから、かつ R は0以上で B より小さいと、そういう性質を満たす Q と R が存在するというのが、まあ、整数における乗用付きの助算です。で、まあ、それに伴いまして、この A とか B とか、あと、まあ、Q とか R にこういろいろ名前がついているので、一応それを復習しましょう。復習しておきますと、まず A が非乗数と呼ばれる数で、まあ、英語ですとディビデンドと呼ばれます。で、それに対して B がの方は助数と呼びまして、でこちら英語ですとディバイザーと呼びます。まあ、それぞれ小学校で初めて割り算を習ったときには、まあ、A は割られる数で B は割る数と呼ばれていたものですが、まあ、非乗数と助数という言葉があります。それから、Q が小ですね。英語ですとクオーシェントです。それから R が乗与。で、まあ、英語ですとリメインダーと呼ばれるものです。で、あと、まあ、以上は、まあ、言葉の意味なので皆さんよくご存知だと思いますけれども、それからもう一つその割り算に関する記法で、まあ、このテキストでその定めた記法としましては、
まあ、上の序断ですね、今上に書いた序断を行って、この、まあ、小の Q とそれから乗用の R を求める操作を、まあ、このような式で表します。というのが、まあ、整数の乗用付き序断に、まあ、それ以降のその言葉の確認です。ここまでいいでしょうか。で、まあ、一応これを踏まえて、その多項式の乗用付き序断というのを考え、見ていきますということで、テキストのテスト23ページのセクション 2.4.1 に進みます。で一応まあ、確認なんですけども、このテキストで多項式って言いますと、大体1変数の多項式を扱う場合が多いですので、まあ、ここでも序断は1変数多項式の序断を考えると思ってください。で、ここでは、まあ、出てくるものとしまして、まあ、AX と BX を整数係数の多項式としまして、それから BX をモニックとします。すなわち、主係数、最高次の係数は1に等しいものとします。でそれから次数に関する条件は、テキストのこの箇所には特に書いていないんですけれども、まあ、A の次数を K と置きまして、でそれが、B の次数と等しいか、それより大きいと仮定します。でまあ、こういった状況のもとで、その乗用付き序断というのを、そのまあ整数と同様に、整数の場合と同様に定義をします。で、まあ、一変数多項式の序断も多分皆さんよくご存知だとは思うんですが、一応ちょっとこれからある例題を書いておきます。それはなぜかというと、この後すぐにその序断のアルゴリズムを説明しますけれども、まあ、その際に若干こう、例題を見ながら解説できるようにするために、一応簡単な例ですけど、ちょっと書いておきます。まず AX を3次の多項式とします。でそれから BX を1次の多項式とします。で、まあ、これに対する、ここの序断ですね。その時に AX を BX で割る、その乗用付き序断をこう、やっていくわけですけれども、まあ、多分皆さんそれぞれできると思うんですが、一応ちょっとだけ書いてありますね。まあ、大体、もう、大体、係数を並べて、並べれば、それが何次の係数かっていうのは、
検討つくと思いますので、係数は x 何乗とかそういうのところは全部省略して係数だけ並べて書きます。で、あとはそのこの非常多項式 の, その AX の項をですね、工事の項から順番に消していけばいいですので、まあ、例えばこの X の半乗の A3 を消そうと思ったら、この BX に、A3×X2 乗ですかね、X2 乗を倍して、この係数を消せばいいわけです。で、今度はその2次の係数で、引き算を行います。で、今度はここの係数を消せばいいですので、で今、多項式は幸い、モニックですから、割る方の多項式の主係数は1ですから、まあ、基本的にこの係数を引こうと思ったら、この非常多項式にこの係数かける必要な x の n 乗をかけて、消すことができます。ですので、この場合ですと、まあ、a2-a3b0 かける x 倍して、こう消すことができます。あ、そうか、そうすると1次の項でも引き算が起こりますね。で、まあ、今度は G の項で引き算をしますと、今度は小の定数項は A1-A2B0-A3B0 の2乗と、あ、プラスか、プラスか、はい、プラスとこういう形になります。これでいいですかね。で、まあ、最後定数項で引き算をすることによって、まあ、こういう形の無常用を得ることができます。まあ、この場合、その今、割る方の多項式は1次ですので、その乗与は0次、すなわち定数ということになります。ここまででしょうか。じゃあ、これを踏まえて、その、まあ、多項式の乗与付き乗算のアルゴリズムを書いてみましょう。まず入力としまして、まあ、皆さんには自明だと思いますけれども、その非常多項式と常多項式のことですね、これを入力します。
で、まあ、非常多項式の AX は K 次の多項式としまして、もちろん AK は0ではないということにして、まあ、K 次の多項式とします。それから BX の方は M 次の多項式なんですけれども、主係数は1で、まあ、こういう形で与えられるものとします。今先ほど述べましたように、その次数の関係は、AX の次数の方が BX の次数よりも等しいか大きいということにします。で、出力としましては、まず、まあ、小と上位を出力するということは、もう皆さんお分かりだと思いますけれども、まず小の方ですね。QX、まあ、コエフィシエントの Q を取って QX と呼ぶことが多いです。で、それからあと、乗与の方は RX と書くことにします。で、一応その、これらの多項式に満たすべき性質は、まあ、こうですね。まあ、小と乗与、それぞれその Q が小で R が乗与になるようにするということで、まあ、ここまでいいでしょうか。で、あとは各ステップごとの計算を順番に書いていきますけれども、まず最初のステップですね。i が k から0まで i を1つずつ変化させながら、r の i に ai を代入していきます。で、これはどういう操作かというと、まあ、見れば分かる人は分かると思うんですけれども、とこの出力でその乗与の項になる RX に最初この非常多項式の AX を代入するという操作ですね。まずそこから行いまして、で、以後の操作はこの RX の多項式からこう必要なものを順々に引いていくという形で計算をしていきます。で、2番目はまた法文によるループがありまして、A が i が k マイナス m から0までとなっておるんですが、この i の範囲の書き方で注意していただきたいのは、この
なんだろう、数字点点数字っていうのは、これ、i に代入する順番が決まっているということを注意してください。この場合ですと、k-m が正で、0より大きいですから、そうすると最初、i には k-m が代入されて、でそれからだんだんその i の値を1ずつ減らして代入していくという形になります。ですので、この場合 i の値は k-m から k-m-1、k-m-2 というふうに5つ減らしていくということに注意してください。まあ、一般のプログラミング言語でもそうですけれども、フォア文で i の値を変化させるときに、i を増加させていく変化と、それから減少させていく変化というのがありますので、それと対応していると思ってください。で、ここで何をやるかというと、9の、はい。R の i プラス m の値、係数ですね。これを9の i に代入すると。でそれから、さらにフォア文があって、これは m プラス。まあ、一応こういう操作を繰り返します。ちょっとこの操作の詳しい内容はここで書いた後でまた改めて説明します。で、テキストではこの2ステップで終わってますけれども、一応アルゴリズムはそのリターンまで、値を返すところまで行うということで、そのステップをもう一つ付け加えておきます。一つは、その、小の9の多項式の係数を、多項式を返すことですね。でもう一つは、乗与の R の多項式を返すことです。一応これが多項式の乗与付き乗算のアルゴリズムの全体像ですが、ここでちょっと一応ステップ2の動きについてもう少し詳しく説明をしたいと思います。ちょうど先ほどここに例題を書きましたので、この例題を見ながら見ていきましょう。で、そうですね、例えば、じゃあこの乗算のこの最初のステップですね、このここでは AX が3次の多項式ですから、AX の3次の項を消すステップをこう見てみましょう。で、この括弧2の最初に、その R の i プラス M に OQ の i に代入するっていうところなんですけれども、そうか、今のステップですと、今ここが考えるんですので、ここのステップを考えるので、今 K が、K が3ですね。K が3で、それから M が1と。いう状況を考えております。で、
まずこういう設定でこうアルゴリズムの中で計算を始めるんですが、でそのカッコ2の最初のステップですので、まあ、i は k から k マイナス m としますと、ここまず i を 2のところを求めるということですね。すなわち、ここのステップですので、i は2と。それでいいのかな。それから、j が、j は m マイナス1か。j は0か。というステップを考えています。で、最初にそのカッコ2のすぐ下の行に qi に r の i プラス m を代入するとありますけれども、q の i ですので、その小の2次の係数ですね。小の2次の係数にこの r の3を代入しないと言ってます。で、r の3というのは何でしたかっていうと、さっきのその1のステップで、r には今 a がそのまま入ってますから、ですので r の3というのは今 a の3なんですね。だからこれ代入しなさいと。ということは、まあ、ここの a3 乗 x3 乗の項を消すのに、まあ、今、割る方のタコ式の指数1ですから、まあ、ちょうど a の3をかけて x に乗倍して引けば消えるわけですね。という意味で、この q にはこの今考えている乗用の、最高時の係数がそのまま入ります。で、それから、次の、フォア文のループが、ちょうどここの引き算を、繰り返すところなんですけれども、多分これだとちょっと処理が足りないんですね。ちょっとですね、あらかじめ予習してきた人はおやと思ったかもしれませんが、実はここの法文の、J の通る範囲を少し変えています。とテキストでは J が M から0までとなっていますけれども、ここ、僕のこの、今ここでは M-1 から0にしました。なぜかというと、J が0の部分っていうのはここの部分なんですね。で、ここで引き算をしなさいって言ってるんだけれども、もともと、その、この小の決め方からですね、この J が M の部分の、引き算、係数の引き算の結果は0になるということは分かってるわけですね。なんでかっていうと、ここをちょうど消すように、この A3 って小の係数を決めましたので、ですので、まあ、そこをわざわざ引き算やっても無駄だろうということで、ここに書き加えましたけれども、この部分の、次の乗用の係数はもう0にしたいというふうにしてしまいました。で、この r プラ、あの、j が m マイナス1ですから、ここよりも1個下の係数以下ですね。この係数以下については、普通に引き算をしましょうということで、どういう引き算をやってるかっていうと、この r の i プラス j っていうのが、まあ、例えばこの部分なんですけども、ここですと、今、r の、いくやだ、i が2で、例えば J が0か。J は0しかないですから、この R の2の部分ですね。R の2の部分は、ここから Q の i に B の J をかけたものを引きなさいって言ってるんですけど、Q の i っていうのは、今考えているこの小ですね。ですね、この A3 が Q の i になって、それから BJ っていうのは今、もう定数項しか考えていませんから、この B の J が、まあ、この部分に来る。ということで、こういう引き算をしたものを次の乗用、新しい乗用の係数に、しなさいということを言ってるわけです。で、あと、まあ、じゃあ残りの部分はどうなっているかっていうと、まあ、残りの部分はこの1の係数、R の1とそれから R の0っていうのは、それぞれこのように残っていますので、特に手をつけずに、次のステップの乗用に進むという形になっております。まあ、ちょっと最初見ただけではピンときにくいかもしれないので、これはぜひ各自でこういう簡単な例題を作って、でアルゴリズムを見ながら実際にこう自分で手で計算してみてください。そうすると少しは理解が進むんじゃないかと思います。まあ
基本的にはこの皆さんが今までやっている筆算の計算をそのまま素直にこうフォア文を使ってプログラムの形で表したというものです。ここまでいいでしょうか。で、まあ、アルゴリズムを書きましたら、次はお決まりの、まあ、計算量の見積もりですけれども、一応、今回もその多項式の乗算と同じく、その演算回数だけこう見ていきたいと思います。で、まあ、じゃあここのアルゴリズムで見ていきますけれども、最初の括弧1では、まあ、ループが k プラス1回ありますけれども、この中身は代入ですので、まあ、代入は基本的に今回我々が考えている演算回数から無視することにします。で、次に、括弧2がフォア分のループが二重になっております。で、外側のループが、外側のループが k-n プラス1回ということになっていまして、で、そのすぐ下の行は、これどちらも代入ですので、代入は無視することにします。で、内側のループが、m 回ですね。で、ループ M 回で、あとここですね、ここにありますように、まず乗算が1回。それから、ここで加算が1回あります。で、それだけですかね。うん、それだけですね。そうしますと、ちょっと上の方に書いてしまいますけれども、まあ、演算回数は、まあ、直接計算をしますと、k-n プラス1かける m かける2ということなんですけれども、そうしますとオーダーの km-m2 乗ということになるんですが、今の k と m の代償関係については k の方が m と等しいかそれより大きいということにしておりますので、ですので最終的にこれオーダーの KM にまとめることができます。ここまででしょうか。で、これは何を意味しているかというと、もう何度もやってきたので、大体の方はお気づきかと思いますけれども、その多項式の乗与付き乗算のその演算回数というのが、その、まあ、非乗多項式とそれから乗多項式のその次数の積に比例するということを言っています。でそしてそれは、前回その乗算の時のことを思い出してみますと、乗算のアルゴリズムの演算回数も確かそうだったんですよね。そうですね。乗算の時も、これ2つの多項式のその次数の積に比例するとなっていましたので、そうすると、全近的には、この多項式の乗算の計算量、演算回数というのは、乗算の場合とほぼ同程度だと。だから、計算の難しさとしても、まあ、同程度と見てよいでしょうということになります。ここまで、以上。それから、あと、まあ、24ページですね。セクション 2.4.2 として、その多倍調整数の乗与付き乗算、というのがあります。で、
ここはちょっと時間の都合で詳しくはやりませんけれども、その、多倍長の整数、これはそうか、倍精度か、長さ2 その倍精度の整数をその単精度の整数で割った時の、その演算機能として、基本的な演算機能としてこういうものを備えていると仮定すると、大体多くの計算機はそういう機構を備えているという話が載っていますので、直接この後はそんなに出てこないと思いますが、一応確認しておいてください。一応授業ではこの程度を触れる程度にしたいと思います。何か質問などありますか？はい、それでは次、これで一応このテキストの第2章が終わりまして、で次にちょっと第3章は性質、主に整数に関する性質なんですけれども、今ちょうど多項式の数学演算などをやっておりますので、その多項式の方から先に進みますということで、先週から配って始めましたその第4章ですね、ユークリッドの互助法というところに進みたいと思います。で、ユークリッドの互助法については多分その2年生の時の代数の授業でも一部扱われたとは思いますが、この授業ではそのより実際的な計算の観点からもう少し発展した内容を扱います。で特にその数学、純粋数学の間ではあまり知られてない名前なんですけれども、拡張ユークリッドの互助法というのがありまして、でところがその拡張ユークリッドの互助法って話をですね、ここの数学の先生にしますと、拡張ってどこが拡張なのっていう質問を受けることはしばしば今でもあるんですけれども、計算数学では割と常識的な知識として知られておりますので、この機会に学んでください。どういったところが拡張でどういうことに使えるかということを、多分これから先の授業を中心に据えて学んでいきたいと思います。で、まず最初に、一応ですね、このテキストにも EDR とか常用感とか GCD とか LCM とか、名前がありますので、ありますけれども、多分皆さん多くの概念は、その2年生の代数の授業でこう習ったということを仮定しておりますので、一応その言葉の復習ですね、一応これから先の話をするには、このぐらいの言葉を、の意味を理解しておいてくださいという意味で、復習として、言葉を列挙したいと思います。およびそのこれからの問題設定なんですけれども、まず今後はその R をカカンカンとします。英語で書くとコミュニティという意味ですね。それが大、これを論じる世界の大前提なわけです。でそれから、この序算や乗算を表す、考える上で、この間の中で考える上で比較的なのは、イデアルなんですけれども。で、そのイデアルには、まず、生成元というのがありました。
ジェネレーターですね。もしくは生成源は複数個あるかもしれませんので、その時はジェネレーターですと言います。それから、有限生成という概念もあります。ファイナリティ・ジェネレートです。そういう概念もありました。それからあと、単項イデアルという概念もあります。この辺の概念は知っているものとして話を進めていきますので、まだ勉強しないとか忘れたという人は適宜予習復習しておいてください。それから常用類というのもあります。それから常用類からなる間というのもある場合がありまして、その場合は常用間というのが登場します。大体こういう言葉が基地として進めるという話ですね。で、あとさらにいくつか用語の定義がありまして、それらがテキストで49ページの定義 4.3 というところにあります。で、この定義 4.3 に出てくる言葉もほぼ皆さんこれまで習ってきたと思いますので、一応言葉の確認だけしておきますと、まず訳元ですね、ディバイザー。ディバイザーか、ディバイザーですね。それから、それから逆にバイゲン、マルチプルというのもあります。それから、複数個の、弦に対する、実は共通の訳元、すなわち公訳元ということを考えることができて、公訳元の中で最大の公訳元というのを考えることができまして、それを最大公訳元と呼びました。英語ですと、グレーテストコモンディバイザーと呼んで、頭もちょっと GCE と呼ばれます。それから逆に、これのバイゲンの方の、
バージョンですと、まあ、これ最小公倍円ということになります。でこの最小公倍年の方は、マイエングリストエリーストコモマーキプルとなって、その頭文字を ALCM と呼ばれます。で、まあ、一応復習として GCD は、まあ、一般には1位ではないんですけれども、例えばこの整数の場合に、その、まあ、絶対値を取るということにすれば、まあ、絶対値を取って正の数にするということにすれば、まあ、1位に定まることが、まあ、知られておりますので、まあ、それを記号で書くこともあります。でまあ、テキストの方は、あと、その49ページの下半分は、まあ、それ、このようなことをこう復習するような演習問題がずらずらっと出ていますので、まあ、多くは多分、2年の代数でも扱いそうな題材ですけれども、まあ、必要がある人は見ておいてください。ここまでいいでしょうか。はい。では、この次ですね、テキストの50ページのセクション 4.2、ユークリッド星域と、まあ、互助法というところに進んでいきたいと思います。で、一応テキストには、まず前の章で述べた整数上の諸概念をユークリッド星域に拡張することから始めようという、書いてますが、ちょっと前の章は飛ばしてしまったんですけれども、一応これから行う話というのが、まあ、常用付きの割り算ができる世界を、まあまあ、最初に定義するという意味で、まあ、そういう意味で、このユークリッド星域の定義から始めたいと思います。定義は 4.11 ですね。一応これすでに習っている人も多いかと思いますが、一応まあ確認の意味でもう一回やっております。でまず、R を、まあ、正域としまして、それから、D をある関数とします。D は R からその自然数全体にマイナス無限大という元をこう追加したそういう集合 A の関数とします。この時にこの R と D の組みを考えるんですが、
この R と D の組が、まあ、ユークリッド正規であるという定義をこれ出すわけで、まあ、英語ですとユークリディアンドメインというになりますけれども、まあ、そのこれが RD がユークリッド正規であるとは次の性質を満たすことを言います。まあ、任意 の, あの R の元A と B に対して、まあ、次の命題が成り立つというんですけれども、もし B が非ゼロならば、まあ、R の元 Q と R が存在して、何が成り立つかというと、まあ、A イコール BQ プラス R という関係式と、もう一つは、先ほど定義しました、この D という関数ですね。この D の R による値が B による値よりも小さい。そういう対称関係が成り立つ。まあ、これが成り立つときに、この R と D の組をユークリッド正規と呼びます。で、ここで今出てきた記号にいくつかの名前がついておりまして、一応それを書いておきますと、まず D ですね、関数 D がユークリッド関数と呼ばれるものです。それから、あとは、まあ、Q と R はそれですね。Q は先ほどと同じように、Q は A を B で割った時の小と呼んで、それから、まあ、R は乗与と呼びます。で、あともう一つは、互い助という概念がありますので、これも定義しておきましょう。定義の 4.14 ですね。ここではその R の元、A1 から AN を考えるんですが、まあ、それらが、まあ、互いに素という概念を一応復習しますと、これは A1 から AN の GCD がその単元であることを言います。これは特に例えば例としてその整数であれば単元は
プラスマイナス1のみですので、その整数の GCD は、正にこう、規格化するということにするならば、まあ、この話っていうのは、その、整数 A、例えば仮に A1 から AN が整数だったとして、その A1 から AN が互いに沿うということは、この定義から言うと、その A1 から AN の GCD が1に等しい場合ということを言います。で特にその2つの、弦ですね。2つの弦が単弦のときに、このような記号で表すことにします。まあ、今までよくその幾何学で垂直というような、記号だと思いますけども、ここではこの A と垂直 B みたいな記号で、これ A と B は互いに沿うということを表します。それで記号の使い方にちょっと注意しておいてください。あ、ごめんなさい。そうですね、すみません。互いにそうですよね。失礼しました。はい、ありがとうございます。授業中に指摘していただけると、授業中に板書が直せると非常に助かるんですね。というのは、後で間違いに気がつくと、動画を編集したときに、そこに字幕を入れなきゃいけないんですよ。ここは誤り、実はこうですって。実は、確か前回もですね、この授業で、やはり一箇所、掛け合わせになって字幕を入れましたけれども、まあ、こんなふうに授業中に指摘していただけると非常にありがたいですので、ぜひ何か気づいたらすぐ言ってください。はい、ここまで質問ありますでしょうか。はい、じゃあまあ、ちょっと今日時間が早いんですけれども、この次からがですね、このユークリッドの誤助法に入っていくんですが、まあ、そこが少しまとまって長くなりそうで、ちょうど切りがいいですので、今日はこの辺で、おしまいにしたいと思います。ということで、次回はこのテキストで言うと、この続き、ちょうど続きですね、で、このユークリッドの誤助法から話を進めていきたいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。